次に国民年金の納付期間を5年間延長して65歳までに、この案を厚生労働省が検証することを決めました。町の皆さんはどう受け止めているのでしょうか。取材しました。年金のお話なんですけど、年金生活いかがですか。まあまあやな。まあまあ、やり方次第やな。やり方お父さんに3万しか小遣いあげません、月。あ、そう。まあでもそれぐらいこう切り詰めて生活してらっしゃるってことですよね。そうやな。もしよろしければいくらぐらいもらってるか月教えて。2ヶ月で、はい、6万8000か9000かな。6万8000、9000ぐらい、うんうんうん。どうですか、年金生活って大変ですか。大変。とにかく外食はしない、無駄遣いしない、うん、その代わりカラオケは行ってるけどね。ただそれだけが生きがい。カラオケとね、うん、インタビュー受けるのが生きがい。今生きがいですか。そう、よかった、めちゃめちゃ嬉しい。現在受け取れる額が満額でも1月6万8000円の国民年金、ただでさえ厳しい額なのに、この先さらに3割減るという政府の予測もあります。そこで検討されているのは、国民年金の保険料をあと5年長く払うという案です。昨日厚生労働省で開かれたのは、5年に一度年金制度の改革を話し合う部会。パートタイムで働く人なども厚生年金に入れるようにする案など、5つの改革案が示され検討に入りました。その中の一つが、国民年金の保険料の支払いを5年延長する案です。自営業の人などが加入する国民年金は、現在20歳から60歳までの40年間保険料を払う決まりです。厚生労働省はそれを65歳までの45年間に延長した場合の案を検証する方針を固めました。背景にあるのは、予測より早く進む少子化で年金制度を支える現役世代が減っていることです。専門家は、平均寿命が伸びる中で何らかの対策が必要だと指摘します。今寿命はどんどん伸びてますから、高齢者の。だから民間の保険であったって、給付年金をもらう期間が、まあ、寿命が伸びれば自動的に伸びますから、何らかの調整をしないと年金制度は持たないんですよね。今年度の国民年金の保険料は1月1万6980円です。これを5年間支払った場合、単純計算でおよそ100万円保険料を多く払うことに。一方で、受け取る額が月に数千円増える可能性もあります。5年も長く払うことはできるのでしょうか。街で聞いてみると、実際賛成か反対かっていうと、どっちでしょう。反対。はい、反対ですね。ああ、そうですか。逆にこうしないと年金をもらう、給付される額が3割減るっていうふうにも言われてるんです。微妙なとこついてくるな、これね。もっと、もうちょっと、ただ今度70歳とかなんねやろね。で、結局なんかもう、もらう頃にはもうひょっとしたら死んでるかもしれへんね。あ、今現在も働いてはいるので、これ以上働かなきゃいけないのかなっていうのはありますね。年々年も取っていきますので、体が自由効かなくなったりとかもするので、ちょっと大変。でも寿命が伸びてるから、65まで勤めるのはいいんじゃないですか。そうでなかったら時間も手余すし、帰ってお小遣いとか、そんなのがたくさんいると思う。だから65まで勤めるのは賛成やと思う。あ、なるほど。また最近はこんな人も多いようです。言ってしまえば、そこまであんまり期待してないからこそ、なんかNISAとか始める人とかも増えてんのかなみたいな、ちょっと思うところではありますね。実際NISAとかしてますか。ちらほらぐらい、ちらちらぐらいですけど。同じくNISAとかはやってたりとか、自分の会社の持ち株とかをやってたりとかはするので、将来の
時のお金として貯めておきたいなっていう気持ちももちろんあります。ほんまは当てにしてないから当てにしてない年金当てにしてない、うん、もう早めにもらってその年金で資産運用しようかなと思ってるので、株を買ったりだとか。もらえたの早く。あの堅実、堅実なね、ある意味投資の原資にしようとしてるって。そう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 何を言うたかってでも変わらないんで、なんかやっぱせざるを得ない自己防衛をせざるを得ないのかなと思います。いや声上げて変わるんやったら声上げたいですけど、なかなかそうもいかないですから。まあ、年金の納付期間60歳から65歳5年間延びるということに関しては反対という意見が本当に多かったんですね。 LINE アンケートでもですね、この話反対が 73%、 これ街で聞いていても、これ65歳まで働き続けなきゃいけないという一方プレッシャーもあるということをやっぱりおっしゃってましたね。でさらにこれ5年間の延長ということになると人生設計が変わる、人生の計画が変わるって答えた方も 65% いると。確かに話を聞いていても今働いてらっしゃらない方が納付期間がこれ5年間延びるということで、また新たに働き口を探さなくてはいけない、私働けるのかしらと、でそれ家族がそれを認めてくれるのかっていう不安を感じていらっしゃるという方も安藤さんいらっしゃいました。の街の声でも、もう結局その納付する期間が70歳になるんじゃないかっていうことで、不透明感ありますよ ね。でこの年金の見直しに関してはこの案以外にも加藤さんあるんですね。はい、そうですね、うん、あの一定の収入があるその働ける高齢者の方、65歳以上の方の場合、はい、現在はこの在職老齢年金という制度がありまして、はい、厚生年金が減額される制度になっているんです。ただそれがあることで、じゃあ60歳以上も働かないということで働き控えになっているんで、うん、その制度を一旦見直して、うん、でまあ、復活させてというか、まあ、全部払う、あの支払っても支給されるという制度にすることで、元気な高齢者には働ける人には働いてもらおうということを、まあ、促そうとしている動きもありますね。はい、こういう現状とか不安要素とか社会情勢というのを政府がしっかりと見極めた上で検討、そしてまあ見直し進めてほしいというふうに思います。はい、関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。